フォルモッサ高速航路は台湾のキールンから平東林辺境へ至る高速道路である。全長4 3 0トルで台湾で最も長い高速道路である。なお、行政名称は国道3号と称し、一般には第二高速航路2号とも呼ばれる。フォルモッサ高速航路は基金航路と連絡するキールン市大竹論の基金インターチェンジから 平東県林辺境に至る台湾西部を南北に、縦断する 430.5km の自動車、専用道路である。1987年、北二港の一部が、共用開始され、2004年1月11日の、全線開通まで17年の後期と、4580億、NTD の資金を投入して建設された。インターチェンジ55箇所、ジャンクション13箇所、 料金所11箇所、サービスエリア7カ所を有する。本線以外に主要都市及び中山高との連絡用に国参考支線がある。福高は計画段階ではすでに開通していた中山高に対して第二高速航路と命名された。このため北部地区が共用開始となると北部第二高速航路、その後開通した南部路線、中部路線は それぞれ南2号と中2号と通称されるようになった。一方、行政名称としては、南北10段の道路には奇数番号を付与するという規則に従い、福高野は国道3号とされた。このため通称と行政名称の混乱を招き、国道2号を北2号と間違って故障する例が頻発した。この問題を解決するため二千四年十一月一日、福、 二枚佐護高速航路と解消された。フォルモサは台湾の異名である。福高は、キールン市を起点とし、日田市、台北市、日田市、東園市、新築県、新築市、苗栗県、台中市、昇華県、台中市、南投県、ウリン県、カヨシ県、台南市、高雄市を経由して、平東が市県に至る。 中山高が台湾西部の都市間の連絡を直接の目的としたのに対し、福高は郊外の地方発展の均衡と土地取得費用の圧縮、そして周辺都市の利便工場の目的からあえて開発が進んでいない農村地帯に建設されている。ちなみに台中市、消火県の間は当初の計画では順当に 南北方向に建設される予定であったが、土地取得の問題のため例外的に東西方向に走っている。制限速度は中和 ICE 北が時速 90km、中和 IC、e 土壌 IC 間が時速 100km、土壌 ICE 南が時速 110km。ありがとうございます。